ラグビーで大事なのはハンドリングです。やっぱり球技なんでね、ハンドリングがとても大事です。まあ、こういうマイボールを持ってるといいかなと思います。マイボールは、これは小学生用の4号のボールですけどもね、はい、マイボールを買ってもらって、で常にこうボールを使えるように。ボールって意外とこう楕円なので、ボールは重心がいつも違います。だからいつも違うところをどこ持ったら、真ん中で支えられるかっていうのをもらったりして、ね、はい、こうやってこれで両手でね、こうやったり、こういう風にして、はい、こう片手でも扱えるよ、両手でも扱えるよ、こういう、練習をするといいと思います。で、例えばこうやってボールを持ってそのままボールが動かないように、こうに動かない、こうとかこうとか動かないようにボールが常にこうなるとか。ありますか、映ってます、ボールがね常に同じ位置に行くようにとか、あとはこう回転させてね、ずっと同じ回転にしたり、こういう練習をする一人で